今月6日、熱田神宮の玄関口、名鉄神宮前駅の西側に新しい商業施設、熱田長屋がオープンしました。近所付き合いを大切にする長屋をイメージして作られたという平屋建ての建物には、13の店が軒を連ねています。創業100年を超えるお茶の老舗や、熱田で手羽先唐揚げを始めたという元祖手羽先の店など、名古屋を代表する名店ばかりで、初日から大勢の人たちでにぎわっています。老舗の和菓子屋さんではイートインコーナーもあり、訪れた人たちが作りたての団子を楽しんでいました。名古屋にこんな建物ができるということが、まあ、びっくりなんか地味な感じがしてたから名古屋って、ね、こんなに素敵なのができて、やっぱり名古屋のグルメがここに一堂に集まってる感じがしてるんで、やっぱりいいと思います。いや、にぎやかでいいですね、はい、ちょっとこれからもまた来てみたいです。敷地内にはキッチンカーやワゴンの出店スペースも用意されています。12月には予定されている16店舗すべてが勢ぞろいします。